はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつざりょうでございます。和子様、エム様、お手紙いただきました。ありがとうございます。近藤隆節様、陽子様、人生に乾杯様、民のかまど馬様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。近藤隆節さん、 NHK デモにこの前来てくれたんですけれども、3月27日のあのスクランブルでも来てくれんのかなー、ちょっとあの思ったりなんかしてね。50年前の今日2月19日、浅間山荘事件発生いたしました。事件は連日生中継され、最高視聴率は 89%。 きっとですね、鉄球つけたクレーンが登場したあたりが最高に盛り上がったんじゃないかなって思いますけれども、この事件で多くの国民が左翼に呆れ、で、あの左翼の支持、左翼は支持を失いました。この時ね、あの左翼やってた20代、今では70代ですね。50年前の今日っていうからね、今でもですね、当時から戻ってこれない脳みそ停止状態の左翼もいるんだろうな。自治郎とか日教祖あたりにまだまだ数多くいるんだろうな。まあまあ、あのそういう人らね、あのもう現役引退でおとなしくしてくれりゃいいんですけれども、13年前の2009年、この人らのあの力が最高潮でね、60ぐらいで、まあ、社会的にも会社的にも一番発言力大きかった頃ですよ。2009年、この人らが頑張ってですね、まあ、鳩山政権誕生してしまったんじゃないか、私は思っておりますけれども、女子カーリングチーム、超強豪のスイスを下し、銀メダル以上確定だそうであります。スイス、強そうだな。なんかあの、そこら辺中で池凍ってて、カーリングの練習できそうですもんね。これまでの記録は、銅メダルまでだったんで、まああの、記録更新は間違いないところ、日英決勝は、明日、午前中10時から見たいであります。まあ、インペリアル VS キングダムですか。佐藤 VS 午後ティー、アフタヌーンティーの島国同士、勝つのはどっちって感じであります。そういえばですね、あの、カーリングとかあの、女子強いですけど、筋力とか瞬発力とかですね、まあ、フィジカル要素が強くない競技は、活躍できそうだな。もうとにかく体力がもの言う種目なんかは日本人ちょっとあの不利ですよね。例えばですけど、ボーリングであるとか、まあ、五輪のあの種目にないですけど、ビリヤードとかですね、射撃とか、そんなにあのフィジカルいらねえよみたいな競技は日本人あの活躍できんじゃないでしょうか。射撃は日本人は競技人口が圧倒的に少ないのが難点であります。私知ってるですね、警部補。まあそこそこ偉い方ですよ、警部補。がですね、まあ60近くになって、定年間近なになってですね、初めてオートマチックを撃った。リボルバーしか撃ったことなかった。で、サミット、伊勢湾サミットの警備で借り出された時にですね、これも練習しとけっていうことで2発撃たしてもらったそうなんですけど、オートマチックね。まあまあ、あのそういうことで、警察官といえどもそんなに年がら年中銃撃ってるわけじゃない。あとあの競技用のですね、正確なあの銃とか持たしてもらえるわけもないと。まあ国策としてですね、私の持論なんですけど、試験なんですけど、国策として射撃頑張ったらどうかな。そんなにフィジカルいんないし、警察官と
自衛隊員全員に競技射撃習わしてですね、裾野を広げるっつうんですか。で、成績いいのは、どんどん鍛えて競技に出して、五輪にもね、帝国は射撃がうまいなぁ、射撃大国だなぁっていう風になれればですね、これ結構な抑止力になって思われるんですよ。まあまあアメリカとかスイスですか、皆さん競技人口っていうか銃撃ってる人口非常に多いんで、まあ、スイスなんかは 100% ですよね。みんなして練習するって言われね。結構な抑止力になったもんですよね。帝国は射撃がうまい。水泳やスケートにですね、圧倒的フィジカルを誇る黒人が少ない理由なんですけれども、そういえば水泳の選手で黒人ってあんまり見たことなくない?どこの国でもさ。同じプールにですね、プールやリンクにですね、黒人がいることを白人が嫌がるから、だそうであります。まあ、リンクっていうか、アイススポーツは、欧州の貴族連中が始めたのが、発祥でしょうけどね。五輪の創設者のクーベルタン男爵もですね、自分家の城の裏にある池でスケートをやるの好きだったみたいであります。で、その頃の貴族は、そんなやる人いなくて、変わり者って思われてたみたいですけれども、日本人はですね、同じプールに黒人入ってたって、リンクに入ってたって、なんとも思わないですよね。白人は、明らかに差別をしている。その証拠が、水泳選手に黒人がいない、あるいはうんと少ない理由である。まあ、それだもんね。差別は良くないって、常日頃から言い続けないといけないわけで。もともと差別的感情が少ない、あるいは全くない日本人はですね、別にこういう人らの真似しなくてもいいと思います、私は。こんな奴が防衛大臣だったこともあったとは。世も末のパチンコ岩屋。そもそも我が国に仮想敵国はない。いわゆる敵基地攻撃は好ましくない。他の用語を使うべき。国際社会の信頼を毀損するようなことがないようにすることが私は大事だと思っている。国会で言ってしまいました。パチンコ岩屋の言ってる国際社会ってどうせ中国、韓国、北朝鮮あたりのことなんでしょ。それを主語をでかくして国際社会とか言ってんでしょ。我が国に仮想敵国はないとか言ってっけど、チャーチルがですね、国家に友人はいない、自国以外はみんな仮想敵国だ、言ってますよね。あと韓国は建国以来の敵国ですよね。だって初代大統領李承晩がですね、我々が悪い日本兵を追い出した、戦って、だから我々が統治するっつって大韓民国って国建国したんだから、建国した時から敵国なんですよ、日本が悪いっつってのはね。岩屋はバカで知らないんでしょうね。空っぽ総理、名称も含めて検討していくなんて乗っかっちゃいましたよ。ネットの反応です。公募で決めそうな流れ、言葉遊びとかいらんねん、配備完了した後で考えたらいい。つまんないことばっかり熱心。暇そうで羨ましいわ。名前変えてもやることは同じだろう。岩屋は自民党にいていい人間じゃない。名称変更は構わないが、岩屋は大嫌い。どっかの党の名称ロンダリングみたいなことを言い出したぞ。バカなのか。中身を詰めろ、中身を。高市さんが敵基地無力化って言ってたでしょうが、ミサイルを飛翔体なんて言っちゃうようなもんかな。ミサイル艦を護衛艦みたいに、言い換えるようなもんかな。言葉遊びが政治と思って一生懸命歌ばっか読んでた平安貴族かな。歌読みばっかしてるうちにリアルパワーの武士に圧倒されましたけどね。
岸田総理はワイドショーに叩かれることを極度に恐れてんでしょうね。ですんでね、言葉をちょっと柔らかい表現に変えるかみたいなことを乗っちゃってね、祭りごとは揉めてなんぼだぞって、利害の調整こそが祭りごとなんですからね。揉めてなんぼのですね、武士に公家は勝てなかったでしょうが、岩屋は誰に言わされてんだろう。やっぱパチンコ業界でしょうがね。それに乗った総理もですね、検討するっちっては言ってっけど、言うだけで何にもしない可能性も大ですね。むしろその方が無能無為無策の岸田総理らしいなとは思いますけれども、岩屋はですね、韓国海軍に自衛隊機がレーダー照射された時にヘラ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 してた防衛大臣でした。こんなバグが防衛大臣でロックオンされた隊員もたまったもんじゃないでしょうね。悔しかったんじゃないですかね。テレビを恐れてそれ以外の評判は異常なほど鈍感なんですよ。岸田内閣の特徴なんですけどね。外務大臣の林ね、就任早々中国に呼ばれてるなんてバラしちゃって、後先考えずにね、それがどういうふうに思われるか想像することすらせずに、大不評買いましたよね。公家総理は御殿から決して出ずに、窓から見えるのはテレビが映す風景ばかりなりと。で、周りにいていろいろ教えてくるのは財務省の官僚ばっかり。仲良しサークル。閉鎖的な。ネラーから出た意見なんですけど、敵基地攻撃能力じゃなきゃ何なんだっていう話で、予防攻撃、特別防衛行動、正当防衛行動、タイムシフト反撃、ふんわりミサイル、物理法、物理移管法、殲滅、報復、おもてなし、という意見が出ました。ここは一つですね、ベンデッタってどうでしょう。これ私の意見の復習って意味ですけどね。反撃、報復、まあやることは一緒ですから分かりやすくていいですけどね。テレビ以外の空気を全然読めない岸田政権と外務省なんですけど、ウクライナ侵攻危機のこのご時世に林外務大臣、ロシア経済大臣、予定通り会談してしまいました。これが現実離れした公家政治なのか、のんきすぎるよな。高市政調会長がですね、ロシアは日本と貿易経済協力について話し合ったと宣伝している。延期する方法ならいくらでもあったのに、 G7 の結束を乱そうとするロシアの術中に見事に自分からハマっていったと批判しました。自民党政調会長の高市さんが批判するってことはですね、これ会談することについて岸田政権は自民党内の同意もないし、意見も全然聞いてないんでしょうね。今はそれやめた方がいいんじゃないですか、言う人必ずいますから、それやってないでしょうね。仲良しサークルに取り囲まれて御殿に閉じこもってテレビ見てる、それが公家総理のイメージですけどね。 G7 はですね、もう近所の危機だから、このご時世にロシアと交渉する日本に対して不愉快に思ってると思いますよ。例えばですけど、日本で言ったら近所の台湾沿岸に人民軍が集結してですね、日本も無関係でいられないって時にですね、ドイツの大臣が中国と会談してたらどう思うかっつう話ですよね。ドイツとんでもねえななんて思いに決まってる。御殿から出ずに情報はテレビと財務省で固めた側近サークルからしか得てない公家総理には、全くこういうね、どう思われるか、よその国に想像できないんでしょうね、これね。私はね、岸田総理がだんだんですけど神聖のバカなんじゃないかな、思えてきました。もうとっとと辞任して
よーく分かってる高橋さんに交代してくれ、頼むから、帝国と帝国民のためにと お願いしといてですね、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。